君が好きです。なんかさ、なんかさ、このスンってした空気めっちゃつらいわ。好きです、俺の彼女になってください。これちょっと走ってきた感じ。あちょっとこれを言ってもらえることで、実質私はつんこさんの彼女になれたってことになれると思って、付き合ったっていうか、そう付き合ったってことになると。変な汗かいてくる、なんか貧血の時の汗かく。俺に反抗したらどうなるか分かってるよな。私こういうタイプ大好きなんです。これひまりちゃん好きらしい。大丈夫そう。大丈夫そう。私は俺様が好きなのかもしれない。少女漫画とかでも俺様のグイグイの感じが好きで。でもみんなこういう感じのリプしないようにね。確かに、うん、ひまりどうなるか分かってるよね。いつまでかとおぼしになった。好きすぎてリプのもういいねをしちゃうかもしれない。私なんかひまりのリプなんかおかしいじゃん。なんか今日のひまりのリプ様子がおかしいな。ちょっと楽しみ。みんなやるかやらないかちょっと考えるよね。やってほしいな。今日は返したくないな。これは私今日帰らなくていいって。行こう。私の汚い家に。どこに行けばいいですか。私の荒れた家に帰りましょう。やった。やった。これ好きなんだけど。何ですか。お前がいないと毎日が辛い。お前がいないと生きていけない。二度と離れたくないんだ。え、これメンヘラですよ。いいよね。怖いと思っちゃった。うん。え、なんかちょっとひまりちゃんもなんか一個ぐらい言ってくださいよ。大丈夫。すごいめっちゃちっちゃい声で反抗して大丈夫って大丈夫って言ってくる。大丈夫です。